今回は、アルファロメオミトの天張りを外していきたいと思いますが、ほとんど他の動画で、紹介していますが、かなり取り付け部を外しています。外している部分は、ルームランプ類サンバイザーでハンガーフックです。でリアのウェザーストリップモールも外しています。残ってる部分は、ドアのウェザーストリップモールを外してもらって、動画にはないですが、後ろリアゲート上げたところの上側に2つピンがありますので、そのピンを外してもらったら、そのまま落ちてきます。で、画像にないですか、この一番後ろ側に2つピンがあります。これは内張りの外からピン抜きで外さないように、天張りの方から外してもらったら傷がつかないと思います。で外した、天張りは後ろ側から外してください。これからも動画をアップしていきますので、チャンネル登録ご協力よろしくお願いします。